はい、皆さんどうもこんにちは、オカリナの平本です。今日はですね、こちら、はい、ミノーレに来ておりますということでね、カンタールユースさんのレッスンということで行ってみたいと思います。ということでね、いやーすごくね天気がいいですね。今日はですね、こちら森のホールでございます。うん、ここですね。あ、どうもお世話になってます。制作者並びにお金の塾を運営しております平本です。いつもありがとうございます。そして YouTube をご覧の皆様、平本です。ということでね、今日はですね、私がですね唯一そのフィジカルの教室でね、携わっておりますカンタレユーさんのですね、ちょっとした、コンサートの、まあ、お知らせになっております。カンタレユーっていうのは、四季文化館ミノーレさんで、森のホールあるいは風のホールなんかを使ってね、ホール講座をしようというね、まあ、セレブの会ということでね、立ち上げたのからもう5年ぐらい経ちますかね。今15名ほどいてね、楽しくやっております。まあ、それがこの模様で、まあ、この後ねちょっとね森のホールの今週の月曜日ですから、おとといですねそれの模様で、ね、見せたいと思いますけども、そのカンタレユーさんのですね、いつもでやってるコンサートをですね、いつもはあのミトプラザの方でね、アトリウムコンサートをやってるんですけども、今年はちょっと趣向を変えましてですね、ここね、カンターレ聖地の笠間市でやることに一応今のところなりました。ありがとうございます。それでですね、まだね確定ではないんですけども、一応9月をめどにやろうかなと思っております。で、9月の月曜日で、場所はですね、イオンの中のこちら、シアタールーム映画館を貸し切ってちょっとね、まあコンサートをやろうかなと思ってます。で、去年の暮れにね、クリスマスコンサートって、ね、やったんですけども、あれはもううちうちというかね、まあ、もちろんお客さんを、まあ、知り合いの方というかね、旦那さんが来てたりはしてたんですけども、基本的には外部の方は入れなかったんですけども、今回はですね、ちょっとは入れるかなと思ってます。ただやはりね、今コロナですから満杯には入れないんで半分ぐらいなんで、まあ、どこのホールを借りるかでちょっとキャパが違ってきちゃうんですけども、まあ、50名弱ぐらいかなとは思いますんでね、ぜひ来てみてください。あのカンタレユーさんがですね吹きます。そして、カンタレユーの、まあ、指揮というかね、指導をやっております私の父ね、平本隆雄の演奏もありますし、カンタレユーさんに所属しております。で、この間ね YouTube に載っていただいた小川先生にもね、この間ねちょっと何曲かお願いしますってことを言ったらね、快諾してくれましたんでね、これ非常に楽しいかなと思ってます。で、また私の方でもね、誰かこう、リーサルウェポン的な人を呼んでね、まあ、楽しくやろうかと思ってますんで、ぜひぜひ笠間、あの50号沿いのイオンの中の映画館を貸し切ります。借りれんだと思ってね、あの実はそこの、ちょっと理事長が知ってる人だったんで、小田君借りれるよっていう話で、ああそうなんだって、まだねちょっと確定ではないんですけども、なんか映画館貸し切ってね、カンタレオカリナ吹くのもありだなと思ってね、うん、
あのカンタール U の皆さんもね非常にこう、もう急に決まったんでね、もう8曲ぐらい、この間候補を出してましたんで、ぜひ面白い、企画のコンサートになるかと思いますんでね、来てみてください。またそこでね、カンタール U さんに混じってね仲間に入ってきて、この間ね一人入っていただきたんで、ね、ありがとうございますね。あの入りたいよという方はね、ぜひ、ここカンタールオフィシャルサイトの中の、メールフォームか、もしくはうちのね、メアド、まあ、僕の携帯はないか、うん、あの電話していただければ、まあ、こちらにね電話していただければね、カンタール U に入りたい、まあ、月1回で大体ミノーレさんで、取れれば森のホール、そして風のホールで大体やっております。で、取れない時はここのカンタールスタジオアトリエカンタールでやる時もあるのでね、ぜひぜひ、まあ、ぜひぜひですね、そのカンタール U さんのコンサートにも来てみてください。これで、ね、かなりプラチナチケットになると思いますので、本当に数十名しか入れないんで、一応整理券方式にさせてもらおうかと思ってますんで、まあ、いつ決まったか詳細アップしますんでね、ぜひ来てみてください。で、ぜひぜひ入りたいよという方は、ウェルカムということでね、こちら、直通の電話番号になっておりますんでね、カンタール U、月1回ですね、大体、森のホール、風のホール、ミノーレさん、で、月曜日、で、1回の月謝が4000円になっております、税込みになっておりますということでね、まだ間に合いますから、ぜひ入ってみてください。そして、ぜひですね、カンタール U さんの雄姿を見に、映画館に来てください。うん。これは僕初めての試みなんで、すごく楽しみですね。うん。しかも、平本隆雄、ね、カンタールの創始者の演奏もあり、小川由美子さんのですね、団員でもある先生の演奏もあり、カンタール U さんの渾身の演奏もあり、何か私もリーサルウェポンを考えてるということでね、楽しくやっていきたいと思いますんで、9月に一応予定しておりますんでね、詳細が分かりましたらアップしますので、ぜひ入ってみてくださいということで、ちょっと、見てください。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。カンターレのご購入は Amazon ベースのオンラインショップでお待ちしております。カンターレで何服何服